2021年に元ラッドウィンプスのクワバラ・アキラさんとの不倫が報じられたモデルのタヤライムさんが10月23日、モシック・ロリータ・ガーリー系ファッション誌、メルベイユ、メルベイユの専属モデル契約を今後も起用し続けることが困難とし、解除されたことが同志の公式 X、ツイッターで発表されました。画像、契約を解除タヤライムさん。わずか2ヶ月後に契約解除。 同氏は X で2024年8月に専属モデルとして発表させていただきましたタヤライムについて今回の騒動を受け当志で今後も起用し続けることが困難であると判断し専属モデル契約を解除することにいたしましたと発表ファンの皆様には大変申し訳ございませんがご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げますと綴りましたタヤさんは 10月17日に桑原さんがグループを脱退し、翌18日に桑原さんと約4年半にわたって不倫関係にあったことを配信で告白。桑原さんは報道があった2021年9月に、田谷さんとの不倫が原因で活動休止していた戦いきさつがあったため、全然反省してなかったのか、まさか続いてたなんてなど、同グループのファンを中心に SNS 上で波紋を広げていました。